古きを訪ねて新しきを知る、各国近現代史のコーナー。わっしょい、わっしょい。今回は、カンボジアの近現代史についてやっと、ほらやっと。カンボジアはインドシナ半島に位置し、ベトナム、ラオス、タイに囲まれた国だ。この地には古くから文明が栄え、1世紀頃には扶南と呼ばれる国が存在していたとされる。1世紀といえば中華領域では洪武帝が漢を復興した世紀だね。扶南の起源については色々と説があり、クメール人かマレー人が建てたとされる。そして6世紀にはクメール人の国である新郎王国が誕生した。新郎王国はどうやら扶南に従属しており、やがて独立したと見られている。文化的にはインドの影響が強いようで、サンスクリプト文字が使用されたが、一方でクメール文字も使われ始めた。独自の文字を作り出したのだね。新郎王国はやがて分裂し、南側はインドネシアに本拠を置くシャイレインドラ朝の支配下に入った。9世紀になると独立運動が起こり、独立してアンコール朝が誕生した。アンコールワットのアンコールかい？アンコールワットは当初ヒンドゥー教の寺院として建てられ、後に仏教寺院に改修されたという歴史を持つ。このことはそのままカンボジアの歴史を表しているとも言える。ヒンドゥー教信仰から仏教信仰に移行したということかい？民間レベルではわからないが、支配者レベルではそうなるな。アンコールワットが作られてから数十年後に作られたアンコールトムには観音菩薩の彫刻が見られる。つまり仏教？12世紀の後半には仏教寺院が次々と建てられている。現在でもカンボジアでは仏教徒が多く、9割以上が仏教徒であると見られる。ただカンボジアの歴史を見ると時に廃仏事件も起こっており、ヒンドゥー教信仰が復活している。為政者が信仰している宗教によって政策が大きく変わるというわけだね。14世紀になるとアユタヤ朝の信仰を受け、アンコール朝は滅亡してしまう。アユタヤ朝ってタイの王国だっけ？アユタヤ朝は文字通り首都アユタヤを中心とする国で、アユタヤは現在のタイ中部に存在している。アユタヤによってアンコール朝が滅ぼされた後、逃げ延びたアンコール朝の王族は各地を転々とすることになった。アユタヤ朝も完全にカンボジアを掌握できたわけではなく、ベトナムの侵攻も受け、混乱状態が続くことになる。カンボジア、タイ、ベトナムの三つどもえの争いが続いたわけだね。実際にはもっと複数の勢力が相争うような状態だったようだがな。その上ここに欧州人まで加わることになる。そして17世紀にはうどんを中心とするカンボジア王国とネーデルラントの間で戦争が起こるのであった。あれ？カンボジア王国は独立していたのかい？アンコール朝の王族が逃げ延びて、うどんという都市を中心にある程度の勢力を回復させていたようだ。カンボジア王国はオランダの東インド会社排斥に乗り出した。その過程で東インド会社の社員数十名を虐殺してしまったようだ。それで戦争になったと。その結果カンボジア王国はネーデルラントを撤退させることに成功した。カンボジア王国強いね。だがタイ人勢力とベトナム人勢力による圧迫は続き、19世紀になるとベトナム人勢力元朝がカンボジアを掌握してしまう。だがその元朝もフランスの侵攻を受け、19世紀の後半にはフランスの保護国にされてしまう。こうなるとカンボジアはどうなるんだい？結論から言ってしまえばベトナムと共にフランス領インドシナ連邦の一部、つまりはフランスの植民地となってしまう。なおタイはイギリスとフランスの干渉地帯的な意味合いでどの国の植民地にもならなかった。そしてカンボジア王国の国王ノロドムはフランス領インドシナ成立後も国王の地位にいた。フランスには王がいないのに、なんだか不思議だね。ノロドムは実質的にフランスの傀儡だった。だがノロドムはそのことに不満があったようで、フランスと対立してタイに亡命し、結局タイのバンコクにて死亡することになる。どうやら対立の原因は後継者問題にあったようだ。ノロドムの意図とは別の後継者をフランスが擁立したということかい？ノロドムは息子のユカントールを次の王にしたかったが、フランス側はノロドムの弟であるシソワットを国王にしたかったのだ。そして結局フランスの意図通りシソワットがカンボジアの国王となった。フランスの思惑通りにことが進んでいるわけだね。シソワットはフランスに対して従順だった。
一方でユカントールはフランスの残虐性を国際世論に訴えかけるなど、フランスにとって都合の悪い存在だったようだ。フランスの統治は過酷だったんだね。フランスはカンボジアでは特に重税を課していたようで、フランス領インドシナの中で一人当たりの税金が最も高かったようだ。重税は虎よりも恐ろしいからね。さらに土地の利権はフランス人のいわゆる植民地企業家によって抑えられ、フランス本国で自動車産業が成長するとカンボジアではフランス資本でゴム農園が建設、運営されるようになった。まさに植民地だね。一応建前上はカンボジアの自治が許されていたのだがな。結局建前だけでやったことは激しい収奪だったわけだ。そのような状態において、カンボジア人の中でナショナリズムが高揚し、独立の意志が芽生えるのは自然なことであった。そして1930年の10月、ベトナムにおいてインドシナ共産党が結成される。この組織はコミンテルンの支配下にある組織であった。コミンテルンってなんだっけ？帝国主義と戦うためにレーニンが結成した組織で、各国の共産主義政党を連帯させる役割があった。その最終的な目標は世界革命の推進にある。つまり帝国主義各国で革命を起こそうというのかい？レーニンは世界中の国を共産主義国家にしようとしたわけだ。そのため各国に共産主義政党を作らせた。インドシナ共産党もその一つというわけだね。ただインドシナ共産党ができた頃にはすでにレーニンは死んでいたがな。このインドシナ共産党はベトナムを本拠地にしているだけあって中心はベトナムの共産主義勢力であり、ホーチミンが主導権を握っていた。ベトナム独立運動の中心となる人物だね。ただインドシナ共産党の名が示す通り、ベトナムだけではなくカンボジアの共産主義者も参加していた。カンボジアとベトナムはそれぞれ別々の国としての独立を目指していたのかい？インドシナ共産党は後にベトナム独立同盟の中核となる。この点カンボジアの共産主義者はインドシナという名はベトナムがインドシナ連邦樹立を狙ったものだと批判することになる。カンボジアとしてはカンボジアだけで独立したいけど、ベトナムとしてはカンボジアもベトナムの一部として独立したいわけだね。一方1927年にはカンボジア国王シソワットが死に、その子供であるシソワットもニボンが新たなカンボジア王になった。やはりフランスの傀儡かい？実権は完全にフランス人総督が握っていたと言える。なおもニボンはフランスに留学し、外国人部隊の中尉に就任。カンボジア帰国後は軍の士官となり、一次大戦中には志願兵召集の任に就いていたという。そして一次大戦後には父の死に伴いカンボジアの新たな国王になったわけだね。そして第二次世界大戦に突入する。1940年6月、フランスはドイツに降伏した。カンボジアはどうなるんだい？フランス本国でビシー政権が誕生し、カンボジアもその支配下に入った。そしてビシー政権は大日本帝国との間に協定を結び、大日本帝国軍がフランス領インドシナに進駐することになる。そして1940年11月、フランスタイ戦争が起こる。フランスとタイが戦争するのかい？フランス領インドシナとタイは領土問題を抱えていたんだ。大日本帝国がこの戦いの仲裁に入り、フランスはタイに領土を割譲することになる。この割譲された地というのがカンボジアの北西部などだった。これはいろいろと火種を抱えそうだね。割譲した地について言うと、二次大戦後フランス新政府はタイに割譲した地の返還を求める。問題は国連を巻き込むことになり、タイは結局割譲した地をフランスに返還することになるのだ。そして翌1941年、カンボジア国王であるシソワットもニボンが死んでしまった。そうなるとカンボジアはどうなってしまうんだい？新たにノロドムスラマリットの息子であるノロドムシハヌークが王となった。シソワットもニボンの子供ではないのかい？シハヌークはシソワットもニボンの孫にあたる。シハヌークの母はシソワットもニボンの娘、父はノロドムの孫。つまりシハヌークはシソワットとノロドム両方の血を継いでいるということだね。その上シハヌークが若かったのも理由としては大きかったであろう。シハヌークを王にしたのはフランス領インドシナ総督のジャンであった。神輿は軽い方が良いというわけだね。激動の時代だった。
欧州ではドイツの敗色が濃厚となり、ノルマンディ上陸作戦によりフランスは解放された。一方大日本帝国はフランス領インドシナを解体。シハヌークに対して大東亜共栄圏内での独立宣言を促したのである。シハヌークはどうしたんだい？シハヌークは1945年3月13日にカンプチアの独立を宣言する。カンプチア？カンボジア、のクメール語読みだ。じゃあカンボジアって何語なんだ？どうやら、カンボジアの地、を意味するサンスクリット語のようだな。カンボジアというのは、カンボイの子孫、という意味で、カンボジアの伝説的な始祖カンボイに由来があるようだ。それで独立したカンプチアはどうなったんだい？大日本帝国がポツダム宣言を受け入れたことにより、独立は取り消しとなった。結局またフランスの植民地に戻ったわけだね。1946年、カンボジアはフランス連合内で自治が認められる。フランス連合？二次大戦後にフランス本国と植民地の間で形成された国家形態のことだ。イギリスのコモンウェルスに習ったとされる。緩やかな国家連合体というわけだね。1947年には憲法が発行されたものの、カンボジアの自治は限定的だったと言える。そのような中でカンボジアの独立運動が激化していくのは自然な流れであった。二次大戦後、カンボジアではクメールイサラクと呼ばれる反屈組織が出現した。カンボジア独立のための組織かい？この組織はどうやら二次大戦中から存在していたようで、タイのバンコクで結成されたようだな。そしてこのクメールイサラクをベトナム独立同盟が支援する。ベトナム独立同盟はインドシナ共産党が中心となって組織されたのだったね。ベトナム独立同盟、通称ベトミンは、大日本帝国降伏後の1945年9月に、ベトナム民主共和国の独立宣言を出している。当然それを認めないフランスとの間にインドシナ戦争が勃発したのである。ベトミンはフランスと戦いながらもクメールイサラクを支援したのだね。この時期のクメールイサラクの中心人物は孫国民という人物だった。この人物はベトナム人の母とクメール人の父の間に生まれ、カンボジア人民解放委員会の委員長となる。名前からして共産主義の組織だね。孫国民はフランスに亡命中の孫国丹を利用する計画を立てた。名前が非常に似ているね。孫国丹はカンプチアとして独立した際の外務大臣を務めた人物だ。大日本帝国がポツダム宣言を受け入れた際には首相に就任したのだが、フランスによって逮捕され、結局フランスに亡命することになる。いろいろと複雑だな。なお孫国丹はフランス亡命中にサロトサルと出会っている。サロトサルと言われてもわからん。サロトサルはカンボジアの歴史において重要な人物だと言えるので、その名は覚えておいてくれたまえ。後に何か重要な役割を果たすのだね。孫国丹は失脚したと言えるが、彼を支持する者はカンボジアの各地にいた。孫国民はそこに目をつけたのである。ちゃんとその支持者を取り込もうというのだね。孫国民の狙い通り、孫国丹の支持者たちはクメールイサラクに加わった。そして1951年、孫国丹がカンボジアに帰還する。その際10万人のカンボジア人が孫国丹の帰国を迎えたという。とんでもない歓迎ぶりだね。孫国丹はカンボジア独立の象徴のような存在だからな。そして国王シハヌークはそのような状況を苦々しく思っていたという。国王の支持者よりも孫国丹の支持者の方が多そうだね。なお孫国丹がカンボジアに戻れるようフランスに掛け合ったのはシハヌークだがな。そしてカンボジアに戻った孫国丹は姿を消した。クメールイサラクに合流したものとみられている。カンボジアの独立運動を本格化させるわけだね。この頃中華領域では毛沢東が国境内戦に勝利し、中華人民共和国が誕生していた。さらにソ連は核実験を成功させており、東西冷戦が本格化していたのである。カンボジアも無関係ではいられないわけだね。クメールイサラクには共産主義者もいれば非共産主義者もいたようだ。様々な勢力によって構成されていたんだね。フランス帝国主義からの独立、という共通の目的のためにな。クメールイサラクはもともとタイで結成され、タイからの支援を受けていたとされる。だがタイでクーデターが起こるとクメールイサラクへの支援は打ち切られ、クメールイサラクはカンボジアに追放された。そしてベトミンがクメールイサラクを支援したわけだね。
ベトミンにもクメール、エサラクにもフランスという共通の敵がいたからな。なおベトミンとクメール、エサラクの接触はタイを追放される前だったと見られている。クメール、エサラクのダクチオンは、クーデター前のタイにて、ベトミンと共同でゲリラグループを設立していた。そしてダクチオンは1948年頃にクメール人民解放委員会のリーダーになっていたと見られている。その頃にはすでに共産色は強くなっていたのかい？ダクチオン自身は共産主義者ではなかったようだがな。クメール・エサラクでは次第に周辺、プーサムート、そして孫国民ら共産主義者が力を握るようになる。後ろ盾のベトミンが力を持ったわけだね。そこにカンボジア独立の象徴とも言える孫国丹が加わった。そして反フランス的な新聞クメール・クラオクを創刊するがすぐに発禁された。文化的に独立しようとしたわけだね。結論から言えば孫国丹はクメール・エサラクをまとめ上げるのに失敗する。クメール・エサラク内での意見対立が激しくなったのだ。そしてクメール・エサラクはいくつもの組織に分裂することになる。世界史ではよく見る光景だねー。一方でインドシナ戦争においてベトナムの勝利が見えてきた。1954年にはジュネーブにて停戦交渉が始まり、1954年の5月にはディエンビエン風の戦いにてベトミンがフランスに勝利したのだ。そしてジュネーブ休戦協定により、ベトナムはフランスから独立することとなった。そしてある国がこの動きに激しく反発する。アメリカ合衆国だね。アメリカはジュネーブ休戦協定への調印を拒否。翌1955年にはベトナム南部に傀儡政権であるベトナム共和国を樹立した。そして時代はベトナム戦争へと進んでいくことになる。共産主義の台頭は何をしてでも阻止するのがアメリカだもんね。一方ジュネーブ休戦協定により、カンボジアの独立も決まった。そして1953年11月9日に、シハヌークを国王とするカンボジア王国が誕生したのである。こうなるとクメール・エサラクはどうなるんだい？クメール・エサラクの幹部の中には、カンボジア王国で要職に就いた者もいた。代表的なのがダクチオンで、彼は新生カンボジア王国で治安部長に就任している。一方で新生カンボジア王国に反発し、その打倒を狙う一派も存在していた。フランスという共通の敵がいなくなった以上、それぞれの派閥が別々の道を歩むのは必然だったのかもね。新生カンボジア王国の国王となったシハヌークは、1955年になると王位を父のロドムスラマリットに譲った。父親に王位を譲るというパターンはなかなか見ないね。そして自らサンクムという政党を結成し、カンボジア王国の首相兼外務大臣に就任したのである。すでにカンボジア王国は立憲君主制の国となっており、国王の権限は大幅に制約されていた。首相になった方が色々と動きやすいというわけだね。シハヌークはクメール・エサラクに対し、国家勢力に戻るなら恩赦を与えるとした。その要請に従ってクメール・エサラクのメンバーは続々とシハヌーク陣営に参加する。フランスからの独立は果たしたわけだしね。だが孫国丹はシハヌークとは敵対した。そしてアメリカ合衆国の援助を受けてクメール・セライを結成したのである。なぜアメリカ？シハヌークは北ベトナム、つまり共産主義陣営と懇意だった。冷戦中、アメリカ合衆国は世界中で反政府組織を支援したわけだが、クメール・セレイへの支援もその一つだ。すべては共産化を防ぐためというわけだね。中華人民共和国の成立が大きかったと言えるな。アメリカはアジア全体の共産化を危惧していたわけだ。ベトナムに共産主義政権ができたことで危機感がより一層強まったというわけだね。孫国丹及びクメール・セレイは、カンボジアの共産化を許したとしてシハヌークを非難、そして攻撃したのだった。でも孫国丹も共産主義勢力と手を組んでいたよね。その共産主義勢力だが、多くは北ベトナムに引き上げていった。孫国民もそのような人間の一人である。カンボジアからは共産主義者はいなくなったのかい？共産主義勢力が北ベトナムに引き上げた後、シハヌークは自身の政党であるサンクム以外の全ての政党活動を弾圧するようになる。つまり独裁を始めたということだね。1955年の選挙結果では全91議席を全てサンクムが独占するという結果が起こってしまった。このような体制はシハヌーク翼賛体制という。でもサンクム以外の政党を弾圧したなら、
共産主義者とも仲良くできないんじゃ。ところがシハヌークは中華人民共和国に急速に接近した。そして反帝国主義を掲げ、アメリカや南ベトナムを公然と批判したのだ。シハヌークとアメリカとの関係はどんどん悪化していったわけだね。シハヌークは王政社会主義と呼ばれる独自の政策を展開していった。アジア・アフリカ会議、非同盟諸国首脳会議に参加し、1960年に父が死ぬと自身は王位にはつかず、だが国家元首としてカンボジアに君臨した。王位はどうなったんだい？空位のままにしていたようだな。カンボジア王国なのにねー。一方カンボジア内の共産主義勢力は活動を続けていた。シハヌークの父が死んだ1960年には、共産主義者の党大会が首都プノンペンにて開かれている。政党活動はできたのかい？参加者は21名、開催場所は鉄道駅の構内だったという。そしてこの大会において政党名はカンボジア労働党とされた。その中央委員会には孫国民も名を連ねる。ベトナムに行ったんじゃなかったっけ？ベトナムにいたままだったようだな。カンボジア労働党はベトミンの影響を大きく受けていたと見られている。さて、ここでカンボジア近現代史における重要人物であるロンノルについて触れておこう。また新たな人物が出てきた。ロンノルの母方の祖父は福建省からの移民であり、ロンノル自身はサイゴンにて教育を受けた後、カンボジアの王立陸軍士官学校に入った。軍部のエリートというわけだね。ロンノルはフランス植民地公務員となり、治安判事に就任する。そして1946年にはクラチエ州知事となったのである。政治的キャリアを積んできたわけだね。1952年には軍部に入り、主にベトミンに対する軍事作戦を実行した。シハヌークには協力的で、彼の政党であるサンクムの幹部となる。そして1955年、ロンノルは陸軍参謀総長、1960年には国軍最高司令官、そして国防大臣に就任したのである。軍部の最高実力者というわけだね。ロンノルは反共主義者だったようで、共産主義運動の弾圧に熱心だったという。アメリカ合衆国が好みそうな人材だ。実際そうなる。1965年、ベトナム戦争勃発。これは名目上は南北ベトナムによる内戦である。でも実質はそうじゃないと。南ベトナムはアメリカ合衆国の傀儡政権だったからな。実質は北ベトナムとアメリカ合衆国の戦争だったと言える。また、この戦争はラオスやカンボジアにも波及したため、第二次インドシナ戦争と呼ばれることもあるな。これは大変なことになりそうだ。ベトナム戦争が開始すると、カンボジア国王シハヌークは北ベトナム支持を表明。そしてアメリカ合衆国と断交してしまった。最強の国を敵に回すのか。ベトナム戦争が長引いた背景には、カンボジアの存在があった。ベトミンはカンボジア領内に入り込み、そこを安全な拠点とした。アメリカ側はカンボジアに入れないため、ベトミンに逃げられてしまうのだ。じゃあアメリカはカンボジアをどうにかしないといけないわけだね。そこでアメリカ合衆国が白羽の矢を立てたのがロンノルだったというわけだ。1970年3月、シハヌークが中華人民共和国の首都である北京を訪問している隙をついて、ロンノルはクーデターを決行した。そしてアメリカ合衆国はいち早くロンノル支持を表明する。これは大変なことになったね。そしてアメリカ合衆国大統領ニクソンは、アメリカ合衆国軍によるカンボジア侵攻を開始したのである。ニクソンといえば CIA と仲が良かったね。アメリカの狙いはホーチミンルートの遮断だった。なんだいホーチミンルートって？簡単に言えば兵站ルートだよ。中立国であるカンボジアやラオスを経由することで兵站を可能にしたんだ。そのルートがある限りベトナムは戦い続けられるわけだね。アメリカはホーチミンルートを破壊しようと幾度も試みたが、結局このルートを破壊できなかった。そしてカンボジアをどうにかしようとしたわけだね。アメリカ侵攻より少し前、北ベトナム軍がカンボジアに侵攻していた。目的はロンノルの打倒である。北ベトナム軍、カンボジア軍、アメリカ軍が入り乱れる中、ある組織がカンボジアで台頭していった。ある組織？その組織はクメールルージュと呼ばれる。政権側はこの組織の動きについてまるで掴んでいなかったと見られる。突然現れたのかい？サムートが党首である。
クーデター直前の1969年、ロンノルはそのように発言していた。しかし当時とされたサムートはその約7年も前に死んでいたと見られている。じゃあ一体誰がこの組織を動かしていたんだい？それが先ほど触れたサロトサルだ。サムートの死後、サロトサルはカンボジア労働党の実権を握った。サムートの死にサロトサルが関わっていたのかどうか、現在でもわかっていない。サロトサルは極端な秘密主義者だったのだ。その性格があったからこそ当局にも存在さえ知られずにいたわけだね。いや、サロトサル自体は1963年の時点でロンノルが作成した破壊分子リストに名を連ねている。ロンノルはサロトサルの存在は認識していたが、組織の首謀者だとは認識していなかったようだな。そしてサロトサルはある日忽然と姿を消してしまった。姿を消した？森の奥に潜み、その後は中華人民共和国や北朝鮮などに行っていた。どうやら中華人民共和国では特殊訓練を受けたようだな。そして文化大革命の直前に中華人民共和国を離れたと見られている。文化大革命は1966年に起きたのだったね。サロトサルは1966年9月にカンボジアに戻り、党の名前をカンボジア共産党と改称した。共産主義者って党や国の名前を頻繁に変えるよね。そして1968年、クメールルージュは突如カンボジア各地で蜂起を始める。クメールルージュとはカンボジア共産党なのかい？クメールルージュの名付け親はシハヌークだ。彼は反政府的な武装組織にクメールルージュと名付けた。共産主義者なのにシハヌークと敵対したのかい？いろいろややこしいがそういうことになる。シハヌークには敵が多かったんだねー。そして1970年にロンノルによるクーデターが起きた。シハヌークは国家元首を解任され、カンボジアは王政廃止に踏み切った。そして新たにクメール共和国が誕生したのである。ロンノルは反共産主義者だよね。そのためクメールルージュとロンノルは激しく対立した。そして同じくロンノルと対立するシハヌークとクメールルージュが接近するのである。シハヌークとクメールルージュは激しく対立していたよね。共通の敵ができると敵対していた者同士でもまとまるのが人類というものだ。シハヌークは亡命先の北京にてカンプチア王国民族連合政府を樹立した。連合というのはクメールルージュとの連合という意味だね。これにて共産主義勢力を後ろ盾に持つクメールルージュと、アメリカ合衆国を後ろ盾に持つクメール共和国の対立が明確となった。冷戦の一部だと言えるわけだね。すでにアメリカ合衆国では厭戦気分が蔓延していた。ベトナム戦争は長期化し、アメリカ合衆国民はこれ以上の戦いを望まなくなるのである。そして1973年、パリ和平協定が成立し、アメリカ合衆国軍はベトナムから撤退するのである。ベトナム戦争は終わったんだね。その前年の1972年、アメリカ合衆国大統領ニクソンは訪中し、毛沢東や周恩来と会談している。そうなるとロンノルはどうなるんだい？後ろ盾を失ったロンノル政権は崩壊に向かう。クメールルージュの攻勢を食い止めることができず、1975年4月、ロンノルはアメリカへと亡命することになったのである。カンボジアでも共産主義勢力が勝利を収めたわけだね。クメール共和国は崩壊し、クメールルージュはシハヌークを国家元首とする民主カンプチアを樹立した。だが国家元首とは名ばかりで、シハヌークには何の権限もなかった。実権はクメールルージュにあったわけだね。いや、実権はただ一人、サロトサルにのみあった。絶対的な権力者となったサロトサルだが、彼は決して表に出なかった。サロトサル、としては、一体どういうことだい？徹底した秘密主義のサロトサルは、偽名を使って世に出たんだ。そして彼はその偽名の方で有名になった。そう、サロトサルとはポルポトの本名だったのだ。絶対的な権力者となったポルポトは、人類史上最悪の虐殺を引き起こす。次回、カンボジアの現代史。チャンネル登録して、絶対に見てくれよな。チャンネル登録していってね。